今日はですね、イースターがくれた元気という復活がくれた元気というですね、お話をしたいと思いますが、ルカによる福音書の24章の13節からお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方は開いてください。ルカによる福音書24章の13節から35節までをお読みしたいと思います。お持ちでない方は私はお読みいたしますので、どうぞ聞いておいてください。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながら、やり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。夫人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみました、見たのですが、夫人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりの悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書の説明をしてくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。以上です。このお話は今お読みした通り、イエス様が十字架にかけられたのは金曜日ですけれども、その日から数えて3日目の日曜日に起こった出来事です。彼らが村に着いたのがもう日が傾きかけていたということですから、まあ午後の出来事だろうと思いますけれども、ここにはその2人の弟子が出てまいります。1人の人はクレオパという名前です。もう一人の人の名前は残念ながら書いてありませんけれども、このクレオパともう一人の弟子、クレオパという人はイエス様の十二弟子の中に出てこない名前ですよね。で、ルカによる福音書の他のところを見るとですね、イエス様には12人の弟子の他にも大勢の弟子がいた、もっと多くの人がイエス様と共に行動していたということがわかります。でこの2人も
十二弟子ではありませんけれども、いつもイエス様と共にいた弟子たちのうちの二人であったと思われます。で彼らはどこの出身かということも分かりませんけれども、イエス様と共に行動して、イエス様がエルサレムにお入りになった時に彼らも一緒にエルサレムに行ったんですね。ところが彼らの目の前でイエス様が捕まえられて、そしてあれよあれよという間に十字架につけられて殺されてしまったわけです。この二人、もちろん十二弟子も含めてイエス様の弟子たちは、このイエス様が、彼らもここで言っているようにですね、言葉と行いに力のある預言者であって、やがてこの国を再興してくださる方である、つまり王となる方であると思って期待を持っていたわけですね。だからイエス様についていったんです。ところが自分たちの目の前でこの二人はイエス様が殺されてしまった。ああもうこれで終わりだ、イエス様についてきたけれども、もうこの方は死んでしまったんだから、この人についていってもしょうがない、いや自分たちのリーダーであるイエス様が十字架につけられて殺されたということは、もしかすると自分たちも殺されてしまうかもしれない、自分たちも同じ目に遭うかもしれないと、この二人の弟子も、そして他の弟子たちも思ったことでしょう。なぜならば十字架というのはですね、当時のこのイスラエルを支配していたローマ政府に反逆をした人たちがつけられた、まあもちろん他にも重い罪を犯した者がつけられたわけですけれども、この反逆した者のですね、見せしめとして用いられた死刑なんですね。人前にその苦しみをさらして、そしてローマに逆らったらこんな目に遭うぞということをですね、示すために、まあ考案されたというか用いられた、とても恐ろしい死刑でした。で彼らの死であるイエス様が十字架につけられて殺されてしまった、ローマに反逆した者として殺されてしまったということは、弟子たちもですね、捕まえられて同じ目に遭うかもしれない、そう考えたことでしょう。他の11人の弟子たちは聖書を読むと、扉に鍵をかけてですね、みんなで隠れていたとあります。この2人はエルサレムにいては危ないと思ったんですね。だから逃げたんです。弟子としてはちょっとがっかりですね、もうここにいてもダメだと、イエス様は死んじゃったし自分たち捕まるかもしれないというので、失望を落胆してエルサレムから離れていった人たちなんです。ところがこの二人、エルサレムから一生懸命こう逃げるように、エマオというですね、エマオというところがどこにあるかっていうのは未だによくわからないそうですけれども、60スタディオンですかね、まあ10キロぐらい離れたところですけれども、ここから10キロぐらいというとどの辺ですかね、壁が10キロぐらいですかね、とにかく一生懸命、逃げるようにして歩いていった。ところがその彼らのそばにですね、一人の人が近寄ってきたんですね。そしてこの見ず知らずの人がですね、近づいてきて、あなたたちが歩きながら話しているその話は何のことですか、そちらの顔をして聞いたわけです。でこの二人は暗い顔をして立ち止まったんですね。あなたはエルサレムで起こった出来事を知らないんですか。イエス様は、この人はもちろんイエス様ですが、どんなことですかと、すごい意地悪ですね。自分の身に起こったことなんですから全部わかってるはずなんですけれども、何を話してるんですか、あなたはエルサレムの起こったことを知らないんですか、どんなことですか。これはですね、まあ意地悪としか言いようがない、怒られますけども、
と思いますね。だからなんかこうニヤニヤしてる感じがするんですね。へえ、どんなことみたいですね、全部こっちは種明かしで分かってるわけですから。でもイエス様はこの二人が自分のことをどう考えていたのか、そういうことを聞きたかったのかもしれません。そう言われてこの二人はですね、いや、それはナザレのイエスのことだと、この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者で、私たちもこの方に期待をしていたんです。でも十字架につけられて死んでしまった、あの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていたんです、でも望みが裏切られた。それだけじゃなかったんですね。ところが仲間の婦人たちが今朝、墓に行ってみたら墓が空だったと。さらにそこに天使が現れてイエスは生きていると告げたと言ったんですよ、ここで私ならですね、ならなんでエルサレムを逃げてきたのかと、イエスは復活した、生きていると言うんなら、なんであんたたちは他の弟子たちみたいにエルサレムにいないのかと、一目散に逃げるようにして暗い顔をしてエルサレムを離れてきてるのはどういうことだと怒りたいとこですけれども、イエス様は怒られませんでしたが嘆かれました。ああ物分かりが悪く心の鈍いものだ、なんとこう物分かりが悪いというのはですね、優しい表現ですけど、実はですね、まあおバカというか、がっかりした、言葉なんですね。預言者たちの言ったことを全て信じられない、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったのか、旧約聖書に預言されていたでしょう、あなたたちの期待していたメシアは必ず苦しみを経なければならない。でイエス様自身も言っておられたんですね。何度も何度も自分は十字架につかなければならないんだと、預言者として、また祭司や立法学者に裏切られて、そして弟子たちもみんな逃げて、自分は十字架に貼り付けにならなきゃいけないんだということを言っておられたんですね。でも彼らはそのことを理解しておりませんでした。さらにイエス様は自分は十字架にかけられるけれども3日目によみがえると予言しておられたんです。約束しておられたんです。でもこの二人はそのことを信じていなかったんですね。この二人はただただ目に見える形でイエス様ということは素晴らしい方で、この方についていけばきっとこの方が王様になって自分たちも偉くなれるぐらいのことしか思ってなかったんでしょう。目の前でイエス様が王様になるどころか十字架に貼り付けになって死んでしまったのを見て、もうダメだと思ったんですね。女たちが墓に行って、弟子たちが墓に行って、墓は空っぽだった、イエス様は生きていたと天使は言っていたと言ったのに、そんなバカなことあるわけないじゃないかと、信じられるわけないじゃないかと言って彼らはエルサレムを後にしたんです。でイエス様は、なんと心は鈍い愚かなものだなと言って、27節を見ると、モーセと全ての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書いてあることを説明された。これがですね、ちょっと大変面白いところというか不思議なところなんですね。私だよって言えばいいじゃないですか。わからないの？見たらわかるでしょ、私でしょ。もう百聞は一見にしかずですよ。この手を見なさいと、トマスにされたように、この足を見なさい、この脇腹を見なさい、あなたの目の前で十字架についたのは私じゃないですか。イエスはそれを言われなかった。むしろ旧約聖書ですね、モーセから始めて預言者っていうのは、全ての預言者と旧約聖書のことです。旧約聖書に書いてあるメシアのこと、救い主のことをですね、この二人に、とうとうと説明されたんです。歩きながらエマオに向かっているその道すがらですね、創世記にこう書いてあったでしょう、シテレビ人にこう書いてあったでしょう、イザヤはこう預言したでしょう、エレミアはこう預言したでしょう、そのことをあなたたちは知らないのか。でこの二人はですね、ああそうだなそうだなと思いながら聞いてたんでしょう、そしてついについちゃったんです、エマオに、目的地についちゃったんです。イエス様は28節を見ると、なおも先へ行こうとされた。これも意地悪ですね。
ね、説明が終わったからじゃあねって言ってですね、種明かしをしないで先に行こうとされたんですよ。二人は慌ててですね、一緒にお泊まりください。どっちかというと軽いですね、この二人はね。この間までイエス様がメシアだと思って従ってきたんですね。で、目の前で十字架にかかって殺されちゃったんです。この旅の途中で出会った人がですね、聖書のお話を一生懸命してくださってですね、とても感動してですね、あ、この人の話をもっと聞こうと思ったんですね。イエス様の代わりだと思ったのかもしれませんが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いているからと言ってですね、無理やりイエス様を引き止めたんです。イエス様も共に泊まるために家に入られたとあります。そして一緒の食事の席に着いた時に、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。これは何ですか、このスタイルは、ね、いわゆる最後の晩餐ですよ、ね。まあ、最後の晩餐、このイエス様が十字架に疲れる前の晩に弟子たちと共に食事をされたというのは、十二弟子だけではなかったのかもしれませんね。この二人もその時にいたのかもしれません。このイエス様がパンを裂いて弟子与えられるのを見てですね、目が開けたとあります。この時に初めて分かったんですね。ああ、この方がイエス様だと。やっぱり食べるもの食べないとダメなんでしょうか。ここで初めて分かった。わあ、イエス様だ。でその瞬間、イエス様がスーッと見えなくなっちゃって、見えなくなってしまう。粋、ね、ですね、なんかこの辺が。ここで何も言わずにね、いなくなるところが。私ならここで3時間説教ですよ、ね、あ、座れとそこに、ね、なんでこの時点まで君たちはわからないのか、ね、もう反省会ですよ、ね、イエス様スーッといなくなるんですね。まあびっくりしました、この2人は。そして初めて気がついた32節見てください。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。気づくのが遅いよ。道で話を聞いているときに、心は燃えていたんですね。彼らはイエス様の話を聞いていて。でもこの人が誰か気がつかなかったんです。イエス様が見えなくなって初めて、わあ、そういえばあのとき、あのガリラヤ湖のほとりでイエス様の話を聞いたときと同じように、あのエルサレムに向かう道すがらでイエス様の例え話を聞いた時と同じように、心は燃えていたよねって二人で気がついたんですね。心の鈍いと言われても仕方がない二人でありますが、しかし33節見てください。時を移さず出発してエルサレムに戻ったとあります。もうこの時日は暮れてるんですよ、ね、この時代日が暮れた旅をするというのは非常に危ないことです。しかもどうですか、この人たちはなぜエルサレムを離れたんですか。イエス様がもう死んでしまった、十字架にかかって死んでしまったと言ってですね、もうエルサレムにいる必要はない、いや、いたら自分たちの身が危なくなると思ったから逃げたんでしょ。その逃げたエルサレムに一目散にかけていったんですよ。なぜですか。復活したイエス様に出会ったからなんです。復活したイエスキリストに出会って、その話を聞いて、その手からパンをいただいた時に、彼らは自分たちが恐れていたものに打ち勝つことができたんです。逃げていたんですね、とぼ暗い顔してね、とぼとぼと、まあ多分小走りに、できるだけ誰にも見つからないように、ね、弟子だとかわからないように、ね、イエス様が現れていろいろ話をされてね、最後にパンを裂かれていただいた時に、はぁとわかる、ね、うわ、イエス様だ、これはこうしてはいられないと言ってですね、時を移さずですよ、ね、闇の中をエルサレムにかけていったんです。エマオに来た時はまだ日があったんですね、まだ明るい道ですよ、明るい道を暗い顔して歩いてきたんです、ね、帰った時は暗い道を明るい顔して帰っていったんです ね。受けてます、ありがとうございます。結構考えました、このフレーズ、ね、皆さん、イエス・キリストという方はよみがえって、そして私たちのそばに来てくださる方なんです。でもこの方が誰であるか、この方が私たちに何を語ってくださるのか、この方が何をしてくださるのかということは
実はね、なかなかわからないんです。気がつかないんです。すごく遠慮深い方なので、実は皆さんの人生のその歩みのそばにイエス様歩いておられるんですよ。皆さんが気がつかないだけなんです。暗い顔して失望して失敗してもうダメだと思ってとぼとぼ歩いている時に、あなたのそばに来てくださるのがこのよみがえられたイエス様なんです。どうしたのかと聞かれるんですよ。どうしたのか、実は失敗をしたんです、実は裏切られたんです、実はもう私は人生をもう自分の人生を諦めようと思ってるんです、何をやってもうまくいかないんです、誰も私のことを愛してくれないんです、もうダメなんですと言ってエルサレムを離れていく、どうしたのか。その時にイエス様は私たちに語りかけてくださいます。なかなかこの方が誰かわからないかもしれません。でも最後の最後に私たちはこの方が誰かということがわかる。この方が命のパンをくださった時に私たちにはこの方が誰かということがわかるんです。イエス様がお生まれになった町は何という町か知ってますか。何という町？エルサレムじゃないよ。イエス様がお生まれになった町はベツレヘムという。そうです。じゃあベツレヘムというのはどういう意味か知っていますか。別にとかそういうんじゃない。別に知りませんが、ベツレヘムというのはパンの家という意味なんです。パンの家という意味なんですね。イエス様が最初に出てくるお話はパンの家の町のお話なんです。で、最後の話もこの家の中でパンを裂かれたお話なんです。ルカはね、上手にこの辺をマッチしてるんだと思うんですけれども、まさにイエス様を皆さんの家に迎え入れて、イエス様から命のパンをいただいた時に、あなたはこの人が誰かということがわかるんです。この方は死からよみがえって、このクレオパと二人の弟子たちと同じように、皆さんが暗い顔をして明るい道を歩いている時に、あなたのそばに来てくださいます。そしてあなたの人生を180度方向転換してくださるんです。真っ暗な道を不安と恐怖が待っているはずのエルサレムに、堂々とですね、勇気を持って歩めるように、そこに向かってかけていけるように、復活のイエス様はあなたに語りかけてくださるんです。あなたに力をくださるんです。復活の力ですからね。何も怖いものはないんです。彼らは何を恐れたんでしょうか？この二人は何を怖がっていたんですか？死を恐れていたんです。殺されるんじゃないかと思ったんです。ひどい目に遭うんじゃないかと思ったんです。でもよみがえられたイエス様に出会った時にその恐れはなくなったんです。なぜならば彼らの師である、彼らの先生であるイエス様は死からよみがえられた。死に打ち勝たれた。死は怖いものじゃないんだ。いや、むしろ死によってイエス様のように新しく生まれ変わることができる、新しい体が与えられるんだ、新しい希望が彼らはイエス様との出会いによっていただけたんですね。皆さんは今どんな顔して歩いてますか？明るい顔して歩いてますか？暗い顔して歩いてる？皆さんの人生は今どういう方向に向かっていますか？立ち向かっていけてますか？逃げてませんか？希望がありますか？あなたにとって必要なのはよみがえられたイエス様です。イエス様がおられるならば、どんな恐怖にも打ち勝つことができます。イエス様がおられるならばどんな不安にも打ち勝つことができます。イエス様がおられるならば死さえも打ち勝つことができるんです。復活から与えられる元気、この元気さえあれば私たちの人生に怖いものはありません。十字架に向かっていってください、恐怖に向かっていってください。何も恐れるもありません。イエス様が皆さんと共におられますから、お祈りいたしましょう。
天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。今日はイースターの礼拝を皆さんと一緒にお祝いすることができてありがとうございます。素晴らしい賛美、御言葉、繁昇聖句、劇、本当にいろいろな事柄を通してあなたを褒めたたえ、またあなたのなさった御業を振り返りました。そして今イエス様がよみがえられた日の午後にエルサレムを離れていこうとしていた二人の弟子の物語を読みました。イエス様は静かに彼らに近づいて、彼らに語りかけ、彼らに教え、そして彼らに力を与えられました。イエス様、どうぞよみがえられたそのお姿でお一人お一人のその人生の旅路に現れてください。そして語りかけて命のパンを与えてください。神様、私たちが何も恐れなくてよいように、何事にも勇気を持って立ち向かっていくことができるように、死にさえも立ち向かえるように、復活のイエス様が元気を与えてくださることを信じて感謝をいたします。今お一人お一人のその心の中によみがえられたイエス様が確かにおられることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン。ハレルヤ。